はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、ちょっとスマホ用品をね一つご紹介したいなと思ってね、動画撮ってます。実はね、僕結構ねスマホのアイテムとしてフィンガーリングを結構こう愛用してたんですよ。まあフィンガーリングね、今も100均とかでも売ってますけど、まあいろんなね種類が出てると思うんですけど、あれをねつけてて一つね、最近困ってたのが、カルテリアの、車でねホールドするホルダー、があるんですけど、それがまあチーの充電にも対応してる、ホルダーなんですけど、それにねこうはまらない。要するに、まあ、今日紹介するのはこちらの、スマホリングなんですけど、まあ、こういう風なリングをつけてるとこうね、置いた時にこの厚み分で、うまくねこのホールドが噛み合わないっていうかね、まあホールドしてくれないっていう問題と、あと当然まあこのスマホリングとか金属でできてるので、まあチーの充電が正常にできなかったりとか、まあ、金属部分が異常発熱してね、ちょっと、あまり良くない状態になったりとか、するということで、まあ使えない、まあ、フィンガーリングを、まあ、チー充電したりする場合に、まあ、使えないという状況が、ありました。でそういうのがあって、まあ最近はもうフィンガーリング使わなくなっちゃってたんですけど、今回、このいい商品がね、これエレコムさんから出た新製品、いつ出たのかな、ちょっと前に、ニュース記事みたいなのを見て、ですぐにね、まあ、ちょっと値段してたからどうしようかなって考えて、まあ値段してたっていうのはこれ1600円くらいかな、アマゾンで、1700円くらいね、なんですけど、まあどうしようかなと思って、まあでもなんだかんだ言って買っちゃったっていうね、ものになるんですけど、そういうものです。でこれ実はね、一番のポイントとしてこのフィンガーリング、まあいろんな種類ありますよね、今100均とかでも売ってますからね。これはこう角度で固定してねやったりできるやつもありますけど、これはもうくる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 どっかでカチッて止まる機能はないです。単なるフィンガーリング、くるくる回るやつね。で実はここがねこう押せるようになってるんですよ。ここに押して実は引っ張れば外れます。ほらね、厚みがねこの土台部分 だけだとかなり薄いね、のでこれだとそのカーホルダーとかには全然ホールドちゃんとしてくれますね。でなおかつこの、土台部分は樹脂ね、樹脂になるんで、全く問題なくチー充電が可能というふうになってます。でこれがねエレコムさんから出てね、すごい僕は感動したんですよ。今までこういう取り外しが多分効く製品ってあんまりなかったと思うんですよ。僕知らなかったんで、まあ、あったのかな、わかんないけど。で、これね、でも多分なかったと思います。結構、いろんなネットの通販サイトでも僕が情報を知った時には、結構売り切れみたいなのを起こしてたとこもあったんで、おそらくなかったからみんな飛びついたものだと思うんですけどね。で、構造としては、こういう円になってるね、やつ、まあ、なんていうかな、ちょっと外せないからあれですけど、まあ、この円になってるところね、内側に、ここに爪みたいなのがあってね、爪みたいなやつを、この押したりするので、キュッとね、こう円の、なんていうんですか、まあ、ちっちゃくして、で、中に、この円の中に、スポッと入れて、この押してるバネを広げてあげると中でこうキュッとね広がってこの噛み合うっていうね、まあ相当なことがない限りは外れないものだと思います。で入ってたのは、まあ売ってるのはこんなね、箱に入ってまあ売ってるんですけど、入ってるものとしてはフィンガーリング一式と、あと予備用のなんていうかシールが、これ多分2つまだあるのかな、もともと本体に1つついてた分と、あと予備用のシールが2枚、であとこのシールがやっぱ剥がれやすかったらダメだということで、なんていうかな、クリアシールだから多分スマホに、あっ、ててスマホにもともとねこの土台部分貼る前に剥がれやすいようなスマホだったら、これを貼ってからまあ
土台を張るっていうね、そういうふうなクリアシールが1枚入ってるようなものです。でとりあえずこれね買ってみてね1週間ちょっとくらいかな使ってみたんですけど、やっぱりいいね、ちょっとね最近ねご紹介もちゃんとしてもね、なんか後で使ってたらねダメだなっていうのもあったりするんでね、ちょっと使った方がいいかなと思ってね、これは実際に使ってみました。でもやっぱりいい、スマホリングを愛用してて何らかのやっぱり僕みたいな理由で、もう使わなくなってた人っていうのにはかなり向いてる製品だと思います。やっぱりこれがあるとね落とさないしね、しっかりこうスマホをホールドできるっていうのが僕はかなりいいと思うんですけどね。あと本当になんか YouTube ちょっと見たい時ね、こう立てかけてで何ですか、まあカフェみたいなとこでも、あとはもうあれですね、 AirPods で聞いてるような時でもこうなんかこうパッとねスマホリングがあれば置けるっていうのがねいいと思いますね。はい、であとはまあこれはもう僕のまた趣味の話ですけど、何ですか 3D プリンターね、本当にあれね、でもね、なんていうか、こういうこちょこちょしたこと、ものが好きな人、買っちゃう人には向いてると思うんですよ、3D プリンターね。置き場所はね、ちょっと確かに、ちょっと、かさばるんでね、どうかなと思うんですけど、まあ、僕、2台今持ってますけど、初心者に向いてるのはやっぱりフラッシュフォージですかね。やっぱちょっと高い方ですね。になるんで、あれ7万円か8万円かくらいですけど、そっちの方がいいですね。で実はねこの土台部分僕作ってみました。でできるだけね薄く作りたいなと思ってやったんですけど、やっぱり同じくらいになっちゃったのかなこれね。結局ちょっとねこっちの方が薄いはずなんですよね。で穴がねちょっと径が 0.0 あと2ミリくらい調整しないとダメなんですけど、まあちゃんとホールドはしてくれるくらいの感じには作ることができました。ちょっとこう、なんですか、クリアランスが大きすぎて。で、さっき測ってみたら 0.02 くらいが、やっぱりちょっとガタつきの原因かなと。なかなかね、難しいですよね。でも、ちゃんとね、こういう風なものも欲しかったら作れるんでね、多分この土台だけっていうのは売ってないと思うんで、まあ、スマホを2台持ちしてる人がおるかどうかは分かんないんですけど、そういう場合とか、まあ、なんていうかな、まあ、こんな人いんっていうのかな、リングをこっちの下の方と上の方にどっちも土台つけたいとかいう人がいてたら、まあ、そういうこともできるし、自分でね、作れるっていうのはね、3D プリンターとても、いいと思うんで、ぜひ、もし興味があれば、トライしてもらったらいいんじゃないかなというふうにも思います。まあ、フラッシュフォージーの方ももし興味あれば下の方にね、概要欄にまたリンク貼っときますんで、興味あればまた見てもらったらいいかなと思います。メーカーさんのね、あスマホリングもね一応 Amazon リンク下に貼っときますんで、まあ、これも興味あれば見てみてください。まあ僕の中ではねこれ1600円、まあどうかな、まあ、100円でも今売ってますからね、まあ、全然質感はね違ったりとかしますけど、まあ、こう取り外しが効くっていうのに1600円、1700円くらい払えるかどうかね。細かい話ですけど、はい。なんか僕はちょっとね、1700円かと思っちゃった方なんでね。はい。まあ、ちゃんとしたやつやったら、でもこう取り外しできないやつでもそのくらいするんかな。僕前使ってたやつもそのくらいしたのかな。という感じなんで、はい。ということで、はい。まあ、今日はこの、エレコムの、なんていうやつかな。本当に、フィンガーリング、ワイヤレス充電対応のフィンガーリング、型番が PSTR-RM、あとはカラー品番です。BK となってますね。ね、まあ、色はね、なんかね、ゴールドとかもありますよ。ゴールドとね、シルバー、黒、僕買ったのは黒ね。黒とこのところが、土台は黒かな、一緒かな。で、ゴールドと、シルバーは土台も白かな。ね、こういう3色になってますんで、まあ、興味あれば見てください。ということで、そしたら今日はね、こちらの方ワイヤレス充電対応の、エレコムの、フィンガリングのご紹介でした。またね、いろんなネタやってますんで、もし興味あればチャンネル登録ね、ご視聴の方よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。